M14DMR は7 6 2 m x 5 1 m m ナトー弾を使用するガス圧作動式のセミオートスナイパーライフルである。アメリカ海兵隊が M14 をベースに改良して製作した。このライフルはマッチグレード M118LR を使用する。DMR 本体の重さはおよそ 5kg である。光学サイト、重心、ボルトや他の部品は 三段階のメンテナンスレベルに応じて修理や取り外しができるようになっている。DMR はすべてバージニア州クアンティコの USMC プレシジョンウェポンズショップで製造されている。M14 と DMR では以下のような点が異なっている。DMR は名前の通り選抜ついてが使用することを想定している。 7.62X51mm ナトーダ弾を使用しているため 5.56X45mm ナトーダ弾を使うライフルより破壊力や長距離、狙撃能力に優れており他の軍用スナイパーライフルより軽量なのが特徴である。そのため迅速かつ正確な狙撃を必要とする海兵隊のスカウトスナイパーに使用されている。 また、エクスプローシブオーダナンスディスポーザルチームズにも使用されている。任務によっては、スナイパーチームの観測手が使用することもある。DMR を実際に使用している兵士により、砂漠において正確性と信頼性が低下するという問題点が明らかになった。そのため、M14DMR を退役させて7 6 2ト、mm、ルマーク11。 や 5.56mm 特殊目的ライフルへ交代させることを決定した。しかし、現在も新しい M14DMR の製造が行われており、ウェポンシステムも日々改良されている。ありがとうございます。